これはいかつございますね。神田ジョン君からリボンマイク使ってますよねって LINE 来て、はい、どうも始まりました。今回はですね、いつもどんな感じの機材で録音しているのかっていうのを久々にやってみたいと思います。このライムトーンチャンネルですね、結構録音機材にはいろいろこだわってやってまして、以前もこういうどういう機材やってるかっていう動画上げたんですよ。でもそれからすごいバージョンアップしましてですね、2022年度版をやっていきたいなと思います。今日はオーディオインターフェース、そしてマイクプリアンプ、そしてマイクの順番でやっていきたいと思います。ではまずオーディオインターフェース、じゃーん、こちらプリズムサウンドのライダ2というモデルをですね今使っております。以前はユニバーサルオーディオの、ラックタイプのアポロを使ってたんですけれども、あれもすごく良かったんですけれども、なんで変えたかっていうとですね、機動力というか、楽器屋さんとかにこうガラガラってこう徒歩で行ったりもするんですけれども、やっぱそういう時でも妥協なくいい音で撮らなきゃいかんとちょっと思い改めてですね、こう持ち運べるサイズでかつ高音質なものということで、これめちゃめちゃいいんですよね。この後もちょっと音やりますけれども、オーディオインターフェースって結構固め、例えば RME だとか固めのやつ、そして逆に柔らかめ、例えばモツだとか、前のユニバーサルオーディオも柔らかめでしたね。でこれはそんなに硬すぎずに、でも解像度はめちゃめちゃ高いですね。本当にクオリティ高いです、これ。で続いてマイクプリアンプ。これ今日ここ本題なんですよ。マイクプリアンプがこれまでこの API の 512C っていうやつを使っていて、このマイクプリで撮って、この EQ は使わずに ADDA コンバーターを通して、オーディオインターフェースデジタルで送ってそこから録音するっていう形でやってるんですけれども、2021年までの僕の動画は全部この API512C で撮ってます。でめっちゃ好きなんですよ、ロックの音がして。なんですけど今日、はい、ここにあるんですけれども、こちら、じゃーん、この見てください、このニーブリスペクトデザインの、これ奈良にあるモーグっていうレコーディングスタジオがあって、もう数々のミュージシャンがそこでいろいろレコーディングされてるんですけれども、そこにいらっしゃる門垣さんっていう方がですね、めちゃくちゃニーブのこと詳しくて、その方が作られたプロダクトになってます。じゃあ今日はですね、せっかくなんでちょっと聴き比べやってみたいと思います。はい、じゃあやっていきましょう。今 API の 512C がつながってます。今までずっとライムトーンチャンネルでやってきた音ですね。でマイクはこれも今までずっと使ってた手前側にあるコンデンサマイク C414。 じゃあちょっと弾いてみますね。なんかはどうですかね、まだ1個しか聞いてないのであれかもしれないですけども、 API ってね結構ロックな音っていうか、かっこいい、なんか迫力がありつつもカラッとしてるっていう か、 なんかそういうのがすごく好きでずっと使ってたんですね。でこれを変えてみましょうか。はい、つなぎ替えました。モーグの 81EQ につながってます。でこれ 81EQ ってそもそも何かなんですけども、ニーブの1081シリーズ、これYOSHIKIさんとかがねすごく好んで使っておられたりとかで有名なんですけども、このニーブの81シリーズを模した形の回路が入ってる感じになってまして、あと EQ がこうプラスされてるので、81EQ っていうモデルなんですね。で今 EQ はちょっとオフの状態で、プリアンプだけいってみます。どうですか、あったかい感じというか、ちょっと質感違いますよね。ちょっと同じフレーズ弾いてみるんで、違いますよね。こうマイクは一緒で、マイクのセッティングも一緒なんですけれども、マイクプリによって結構音変わります。そしてさらにこの 81EQ すごいなと思ったのが、 EQ めちゃめちゃ良くて、今オフだったじゃないですか。で実際今皆さんに聞いてもらった音って、ここで鳴ってる音よりもちょっとこもってるんですよ、なんか聞こえた感じが。で
EQ をオンにしますね。カチ。10キロだけちょっと上がってるんですね。10キロより上のハイの部分、これが上がった状態にすると、なんかキラッとしましたよね。で、実際このアンプから出てる音もこういう音なんですよ。で、なんかこういうちょっとした工夫で、皆さんに結構本当になってる音と同じ音がお届けできるっていうのはですね、テンション上がっちゃったやつですね。で、あとすごいなと思ったのが、この3バンド EQ になってるんですよね。この 81EQ って 1.2 キロってニーブの1066ってモデルに入ってるやつなんですよ。で、1.6 キロはニーブの1073に入ってるやつで、それが同居してるモデルってないらしいんですね。それかこう1台で選択できるっていうのがめちゃめちゃいいです。やってみましょう。っていうね、まあこれ動画の時にはちょっとやりすぎると色付けしすぎになっちゃうんで、まあ、使わないかもしれないですけども、マイクプリとしてはこれめちゃめちゃいいっす。 1.2 キロとかはベースとかアコギのハイミッドを上げる時とかってもうここをいじれるとめちゃめちゃいいポイントなので美味しいですね。さらにですね、よいしょ、角垣さんがせっかく動画にするんだったらもう一個送りますって言って送ってきてくださったんですよ。いやまだ借り物なんで手袋をして慎重に扱いたいと思うんですけども、いやでもね、やっぱこう好きなものを突き詰めてこれだっていう製品を作って届けるってなんかすごい、いや僕もやっぱねエフェクターとか作ってるからこう熱いのできたんすよって言われるとなんかこっちもテンション上がっちゃいますよね。うお、じゃじゃーん、すげー、2機種目。これは EQ ついてないやつで、72とさっきの81が合体してるっていうか 2-in-1 になってるやつ、2チャンネルモデルですね。これちょっとせっかくなんで中開けてみますか。届いていきなり開けるっていうね。開けちゃえ開けちゃえ、オープン、じゃーん、おお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 、これはいかつございますね。いやテンション上がるな。これアンプカードがねこう入ってますね。2機種の予備アンプとかを使ってないディスクリート回路構成というね、匂いがもう嗅いでないのに、あーもう幸せなんですよ。はい、つながりました。7281、こっちが72、こっちが81なんで、この81なんかこれとこれは同じのが入ってるんですね。じゃあ72の音いきますよ。綺麗ですよね。なんかノン EQ だからあれですけれども綺麗で、81と比べたくなるじゃないですか。これ今この1チャンネルの方に繋がってるんで、後ろ72なんですけれども、つなぎ替えなくてもこのフリップスイッチを押すとこの1ちゃんと2ちゃんがこう中で回路が入れ替わるようになってて、これ押すだけで81になるんですって。はい、なんか門脇さんなんかねガンダムに例えて言ってください。何だったかな、なんかちょっと忘れたんでテロップで入れます。こっちはダブルゼータで、あの武器の名前がなんかで、こっちがなんかユニコーンって言ってたかな、なんかビームマグナムがなんかって言ってたんですけど、まあ確かにこのダブルゼータっていうぐらいこのチャンネル2に入ってる81は結構いかついんですよね、音が。こっちの72はやっぱすっきりしてますね。いや僕この動画撮り終わったらこれどっちか1個買いますって言ってて迷うな。でもやっぱ EQ、 僕ねこの EQ に惚れちゃったんでやっぱ 81EQ かな。さあお待たせしました、最後はですねマイク2個立ってるじゃないですか。最近の僕の動画見てくださってる人はもしかしたら気づかれてるかもしれないんですけども、この動画のここにも、そしてこの動画のここにもマイク2本立ってるんですよね。最近これ奥にある D のやつがサマーオーディオデザインの VL37 っていうリボンマイクになってるんですよね。
でこれもまあいろいろありまして、なんで入れてるかっていうと低音を取りたい、もうこれにつきますね。以前ジャッカルの動画をここで小野口くんが弾いてくださって、まあ、めちゃめちゃかっこいい動画撮れて皆さんにもたくさん見ていただけたんですけども、実際鳴ってるジャッカルのローが全部動画で聞こえなかったんですよ。本当はもうちょっとかっこいいローが出てたのに、あのコンデンサマイクだけだと捉えきれなかったのがすごい悔しくて、もっとちゃんとここで鳴ってる音を届けたいということで低音担当、やっぱリボンマイクね低音しっかり取れるので、これもそれぞれのマイクの音をちょっとどんな感じで鳴ってるのかっていうのをですねやってみましょうか。コンデンサマイクの C414 はこっちの 81EQ で、 EQ は若干ハイ上げ、そしてリボンマイクについてはこっち API ね、最近このセッティングでございます。ではいきますね。まずは両方ミックスした音、これいいんですよ。いきますよ。コンデンサだけいきますよ。コンデンサだけ、これでリボンだけだったらこれ、これを足すことによってこう本当になってると近いんですよ。はい、まあ、今回の動画はまあプレイヤーとしてやられてる方にはあんまりあのじゃあ僕もそれやろうっていう感じじゃないかもしれないですけども、まあ、レコーディングだとかそういったことされてる方にはこのねマイクプリアンプのキャラクターってマイクのキャラクターと割とその同じとまでは言わないですけどもかなり左右しますので、ぜひぜひ自分にはこのマイクプリがいいっていうのを探して使ってみてはいかがでしょうか。じゃあ僕がこの後門垣さんに電話してこっちを買いますっていうのを宣言して次回以降ちゃんとね自分のものとして使っていきたいなと思います。それではまたの動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。またの動画です。はい、どうも。今本編を撮り終わってですね、僕あの晩ご飯を食べてたんですけども、晩ご飯食べてたらなんとあのギタリストの神田ジョン君から、今井さん最近マイクリボンマイク使ってますよねって LINE 来て、すごいですよね、なんかタイミングでなんか今ちょうどそれ撮ってたのみたいな話を LINE でしてたんですけど、ジョン君がアコギをこうリボンマイクで撮るみたいな、そういう話があって、それやってみようかなとふと思い、ちょっとおまけでやってみます。じゃあ81からいきましょうか。フリップすると81、どうだろう、ちょっと聞いてみよう。あー、いなたい、いいですね。なんかこのなんだろう、なんかこのふるさと的なサウンド、ほのぼのとして、これあのリボンマイクのキャラクターですよね、あったかい。で今この81ダブルゼータの方だったから普通の72の方に切り替えました。じゃこれでもう一回行ってみましょうか。これは明るいですね、やっぱキャラクターが。あ、これも綺麗だな。やっぱこのリボンマイクの質感とやっぱマイクプリアンプのキャラクターでこれだけ変わってくるっていうね。いや、こんな最後まで本当にご覧いただきありがとうございました。もういつも見ていただき本当に感謝です。それじゃあまたの動画でお会いしましょう。今度こそ終わります。ありがとうございました。